チョコ持ってきた。わあ。チョコ食って頭ぶる回転。うまい。血糖値が上がらないとね、パフォーマンス上がらないですよ。なるほど。中ですか。あ、中を通していただいた方が。今日来るまでのお仕事は何の。あ、今日予測業務をガリガリ予測出してきましたよ。誰宛て。まあいろいろですね。東京湾のお客さん。あっちゃこっちに出す。東京湾のなんか東京電力とか、なんか工事現場とか、あっちゃこっちゃですね。いろんなクライアントみたいな契約を契約してる、個別にしてる、そういうことですね。それで、あとはメディアのラジオの方に原稿を送ったり。ちょっとその位置だと、あの、はい、身動きによってマイクが聞こえたり聞こえなかったり、要は布に当たってザザザという。なるほど。どうしよう。なんで、まあ、チャックの位置に近くにしてもらうか、動かない位置にするかですね。近く。こうすればいいのか。こうだとどうですか。あ、多分それ、あ、なんかこれがなきゃ平気です。はい、ケーブル通していただいて。あ、そうだ。どうすかな。どうしようかな。はい、これで多分。はい。俺はどうですか。じゃあ俺もどうですか。俺もどうですか。まず森崎さんからちょっとおしゃべりいただいていいですか。寺田トライクはパフェがお好き。イエーイ。あ、すいません、ちゃはい、じゃあ佐々木さん。はい、パフェが大好きです。テンコロです。寺田トライクじゃないけど、はい、じゃあこれで大丈夫かな。じゃあもう一回お願いします。はい、寺田トラヒコはパフェがお好き。本当か。はい、パフェあったんですかね。あの、パフェらしきものが多分なんか、なんかしら、あんこ、90年前にパフェはあったのか。あったよ、あったさ、あったよ。絶対あったよ。ただパフェと、日露戦争の頃ですよ。ただパフェと呼んでなかっただけです。うん、なんだろう、あの頃一番甘いものって何なんでしょうね。あんこ、宇治金時みたいな感じ。うん、はい、大丈夫です。さつまいもだったりして、はい、荒木さん、荒木聞かないかな。であります。であります。で、こう、こうどこに行ったか分かります。こうであります。分かんないです。じゃあ始めちゃってもいいし、始めちゃわなくてもいいし。あの件にいた方がいいですね。ですよね。せっかくつながりでね。そうそう、トラヒコパス、トラヒコパス受けたんで、あらけんに喋りかけるぐらいの感じが。そうですね、はい、そこにもいるんだ人、うん、みたいな。アラケンにそこに座っててほしいな。そしたら目線が合うんで、その椅子をこうしてさ、そこに座っててもらう。そしたらもう目線が合うじゃん。ああ、そうですね、うん、ああ、ミキティ元気か、そりゃよかった。ミキティもね、論文が出たんで。なんですと。あ、なんか荒木の探しに行ってる今。あ、今会いました。うん、あのさ、椅子をそこに、そのカメラの前に置いてさ、俺らに向かって喋って。喋るっていうか、俺らの喋りを受けて。あ、了解。パフェがおかしいな。あ、すごい。あ、いい感じ。あ、すごいこれ。あ、これ面白い。途中抜けたらごめんなさい。うん。
抜ける可能性あるんだ。ある。帰るの？ちょっとこの後予定が。あら、この後にも予定あるの？すごいお忙しいね。はい、すいません。じゃああとは佐々木さん、あのいつもの通りに、はい、押すか踏むかで始めていただければ。じゃあ押したり踏んだり、うん、叩いたり引いたり。はい。はい。はい。あ、はい、ごめんなさい、ちょっと待って、止めていただいていいですか。マイクが、マイクが転がってます。これをどこかにつけていただいた。なるほど。これは良くないですね、よからぬことが起こりましたね。はい、はい、はい、はい。オーゲン。いやいやいや、オーゲンさん。はい。はい、はい、はい。はい、3、2、1。はい。なんか、決め顔だ。やらけんのさ、うん、携帯クモなんだけど、あらストーカーだぜ。違いねえ。曇って、曇ってる。じゃあ行くよ。はい。はい。行きます。はい、こんにちは、モテキ光沢です。こんにちは、テンコロです。はい、今日のね、パフェのお題ですけども。はい。パフェってなんだと。という感じですけど、はい、まあちょっとね、タイトルだけ決めてきたんで、これだけ言っておきますけど、うん、寺田トラヒコ。はパフェがお好きっていうねタイトルですけど、はい、今日はねこれで何分喋るか分かりませんけど、うん、ちょっとね、はい、あのぶっつけなテーマですけど、はい、結構ね深い話も最後にはあるんじゃないかなと。はい、はい、で寺田トラヒコって知ってました？あのね名前と、うん、あの有名なワードを、うん、あの言って一応知っています。寺田トラヒコどこで何どういうタイミングで知りました？何で知ったんだろうっていうのが思い出せない。思い出せない。思い出せない。なんかその記憶が喪失。結構有名なはずなんですけど、うん、全員知ってるかって言ったらそこまでじゃないですよ。でもワードは結構全員ぐらいの勢いで知ってそうじゃないですか。はいはいはい、これはねこれを言った人なんですよ。誰なんだっていう、あの寺田トラヒコちょっとウィキペディアで調べてみてほしいんですけど、はい、あのこれはもうほんとすごい面白い人なんで、うん、単純にね、まあ地球物理学者なんですけど、ただの地球物理学者じゃないなと。ちょっと偉い人だけどただの偉い人でもないなと。好き親しみを感じしますね、うんうん、だからちょっとウィキペディアにもすっげえいろいろ逸話がねあるんですけど、そのエピソードがいちいち面白いからちょっと調べてほしいなと思うんですけど、まあでもやっぱりここですよねっていうことですね。あの天才は忘れた頃にやってくるって言った人なんですよ、はい、この一言で、ね、もうあのこの人ちょっと一回も喋らなきゃって思うじゃないですか、うん、そうですねこれねいやそうは知ってはいたけどちゃんと振り返ったことがない感じの人でもありますよね、はい、うん、その直接気象学をやってたかっていうとそんなにその気象学バリバリやってた感じではなくて、地球物理全般をやってた感じの人なんですよ。物理学の中でも地球に関することに特に、はい、まあ、興味持っていろいろ海洋もやってるし、はい、いろんなことやってる人なんですけど、で僕もですねあの結構この寺田トラヒコという人のお年下の大学生ぐらいなんですけど、うん、親父がこの寺田トラヒコという偉い人がいてなみたいな話をしてて、ほーとほーみたいなぐらいのきっかけですね。だから僕小さい頃は知らなかったです。で最近あの僕がこういろんなとこで防災関係の講演とかでやると、はい、忘れた頃にやってくる天才を忘れないためのたった一つの方法を探したいっていうテーマをやるわけです。あーすごい永遠のテーマぐらい難しいじゃないですか。でその天才を忘れた頃にやってくるってテラトラヒコさんが言ったのは90年以上前なのに、うん、僕らは完全にそのことすら忘れているというか、ね、寺田トラヒコが言ったことすら忘れてるよ。で天才が忘れた頃にやってくることもちょいちょい忘れるわけじゃない。そうなんです。だからまあちょいちょいね僕がこうなったことに直面するわけですけど、はい、じゃあその問題はですね、まあ、寺田トラヒコも面白いんですけど、はい、まあ、最終的なゴールとしては忘れた頃にやってくる天才をどうやったら忘れないようにするかっていうのが僕のテーマだったんです、はい。でもまあこれだけ表面だけ追いかけてもちょっとあれなんで、ちょっともうちょっとそもそも本人はどういう人なのかな、あ、その、はい、どういうことを考えてこういうこと言ったのか、うん、そもそも、うん、
って思ってですね、それを言った人の、まあ、随筆が集まってる、うん、あの文庫本があるんですけど、まあ、Kindle でも読めるんでちょっと、はい、あの気になった人買ってみてほしいんですけど、これすげえ面白いんです。天才と国防っていうね、またね、あの業しいタイトルなんですけど、これ、はい、このタイトル自体は出版社がつけてて、うん、まあ、随筆の一つのタイトルがそのままつけられて、でこの人はすごい随筆、いろんなこう短く読み切りの感じの随筆いっぱい書いてて、うん、ですごい読みやすいんですよね、文章が。で、まあ、インターネット上でもそのまんま丸々文章が読める随筆もあるんですけど、うん、ちょっと探して読んでみてほしいんですけど、その中に出てくる言葉なんですよね。それで、ね、でその中でね、あの僕がすごいこれはなんか引っかかるなって思ったやつがこれなんですよ。あのおよそかけ離れてそうなことをいきなりつなげた随筆があるんですよ。これは何かっていうと、神話と地球物理学っていうタイトルの随筆、すごい短い5分ぐらいで読めちゃう感じの話なんですけど、はい、そこにですね、我が国の神話って言ったら古事記のことなんですけど、はい、あのイザナギとイザナミが出てきてどうのこうのっていうお話がいろいろあって、うん、それを読んでいるとですね、地球物理学的に見てかなりあの我が国にふさわしい真実を含んでいるという一言があるんですよ。これはじわっとくるんですよ。マジかおいと思いません？思います。古事記で、古事記よく知りませんけど、真実って言われるとね、なんか本当、じゃあなんで俺は読んでこなかったの。そうですね、読んだ方がいいんじゃないのみたいな、うん、まあ確かにね、でもあのヤマタノオロチの話とか有名だと思うんですけど、はい、多分結構ちっちゃい子でもして、うん、あれもね、あ、確かにそうだと思えば、あ、ヤマタノオロチは地球物理学的に見て我が国の真実を表してるな。これ読んだ後にこの一節を読んだ、もう一回読むと、うん、あ、これはそうだわと、そうとしか思えないぐらいので、山田の道だけじゃなくていろんな、まあ、スサノオノミコトとかなんとかかんとかっていろいろ神様が出てくるんですよ、うん、はい、でそれがいろんなこう全国各地の神社に祀られてたりしますよね。でそれを見てるとね、確かにそのまあ、昔の人はその科学とかを意識してなかったと思うけど、その天才を受けて教訓として神に祀ったりとかし、いきさつがそっちなんですよね、はい、だからある程度これはその、まあ、そうなるよねと。あ、それだからあれですか、はい、神様としてこうなんていうか祀ったというか、神様として見ているものは今、うん、だからあんたら困ってるもの、そう僕らはまあ天才として捉えてて、うん、その大雨とか豪雨だとか、うん、洪水だとかいろいろそういう捉え方、言葉を変えてるけど、もともと昔の人はこういうふうに捉えてて、そういうことで問題意識がほとんど一緒なんですよ、うん、問題意識がほとんど一緒で、彼らはその昔の人たち、古事記の人の中でこう語り継がれてた時はこういうふうに忘れないようにしてた、うん、これを語り継ぐことによって、で神社を建ててそれを指標にしてみたいなことをやってんですよね。そういうことか、はい、で僕らはその古事記はすっぱり忘れて、うん、同じことを科学でやろうとしてるんですよ、で読んだところがあって、どっちがいい悪いじゃないんですけど、うん、これ振り返ってつなげていったところにすごい面白いことがありそうな気がしてですね。だ西洋科学みたいな話と、うん、その言い伝え的な話のこう一致点みたいなところを見つけると、こうしすんなりこう僕らのこう生活に染みてくるような話にならないかなっていうのをですね、ずっと思ってたんですよ。はい、したらね、これ全然その僕も全然知らない人だったんですけど、はい、とある YouTube の番組を見ていたら、はい、川谷隆さんっていう、なんだ、その ASEAN とかでその日本の技術とかを、はい、技術移転とかをマネジメントとか、まあ、コンサルをやってた人らしいんです。はい、でもうついこの間知った人なんですけど、で、まあ、だからそのなんだ、インドネシアだ、マレーシアだ、ベトナムだ、いろんなとこ行って日本の技術を継承して、はい、そこの国の発展に寄与して、またフィードバックが来るようにとか、なんかそういうことはいろいろ経済活動としてあるんですけど、そこにね、行くと、まあ、現地の人文化が違うんで、はい、いろいろ困ったことが起こるんで、はい、
で日本はどうしてこうなのかっていうのを説明するんですって。おうおうおう。でそういうことをやってるうちに自分も意識してなかったけど、うん、結局行き着くのはなんかそのあ文化はこういうところから来てて自分がなぜこう考えるのかとかこういうところはしっかりしなきゃいけないんだと現地の人に教えるときにしっかりするってどういうことだみたいなのも改めて考えるんですって。なるほど、うん、でそれがね、八百万の神とか、まあ、そのさっきの神社の話もそうですけど、はい、要するにあらゆる自然界にあるいろんなものを神様として崇める文化っていうのは、うん、日本は結構やっぱり異質なんですよね。他のどこ行っても通じる話かっていうとそうじゃないわけです。それでなんかそういうことを説明してるうちにこの人が気づいたことがですね、はい、これはすっきりしてるなと思ったのが、うんこの図なんですよね、はい、このスライドはこの川谷隆さんがその動画の中で説明してたんですけど要するにいろんな、今広がってる科学技術みたいなものって、まあ、それが浸透してるわけですけどそれは結構そのキリスト教系のね国々が、まあ、西洋色っていうか欧米各国が発展させてきたところが歴史的にあって、うん、でそれって結構辿っていくと一神教って言って、まあ、キリスト様っていう一人の神様がいて、はいはい、まあムスリムでもいいんですけど一、はい、人の神様がいてその人が完璧でその人が人間を作って、はい、で、その人間は自然をどうやってコントロールするかみたいなそのための技術を作るっていうような感じのところがあるんですね。考え方のこう流れとしてそういう癖があるんですよ、はいうんでだからまあそれ結構辿っていくと宗教に行くんだなみたいなのに気づいたんですって、うん、説明してるうちにだから相手の考え方のギャップと自分のギャップを考えると、はい、そこかとで日本はじゃあ何なのかって言うと、うん、別にその自分は何教だとか全然意識してない人ほとんどだと思いますけど、はい、やっぱりその文化的に神道っていうのがあって、うん、神社があそこどこかにいろいろあってみんなそれぞれ初詣行くなり何なりこうやって何々に感謝するのが当たり前だでそういうのの考え方のこう方向性っていうのを考えると逆なんですって。自然っていうのがこうなんかこうカオスな状態で、はい、よくわかんないもうよくわかんないけど自然があって、うん、それコントロールできない全くこう どうしようもないものだけどその中のどの方向に何がいるか全く分からないけどそのあらゆる方向に神様がいてなるほどでその一部に自分もいるみたいなオーローズあー考え方なんですよ。なるほどだからそのベクトルが一方向なんじゃなくて双方向だし、はい、あらゆる方向に行ってる、まあ、ヤオローズってあらゆる、うん、なんていうか、まあ、無数のみたいな意味ですよね、うん、だからその左側 その一神教だと一方向なんですけど、はい、だからその結構ね考え方がすっきりするんですよ。だからすごいすっぱり言うし分かりやすいって感じな経典もあるしね でねそこから考えるとねやっぱりね、うん、あっぽいなって思うことが僕も思うんですよ。ここに繋がるのあこうかと、はい、でやっぱりその一神教っぽく考えるとこう得意になることと、うん、多神教って、まあ、神道っぽく考えると得意になること、はい、それぞれあるんですよ。で僕ら多分その両方を混ぜていい感じにしたいみたいな、はい、そういうことを自分は考えてんじゃないかなっていうことをなんとなく思ったんで、はい、無理やりこじつけてみた、うんね、こで一神教でいくとね、はい、一つの解を決定するのが得意なんで基本的に、うん、やっぱり理論的なことを、うんまあ、万国共通普遍的とか、はい、そういうことを決めようとすると、うん、すっごいねこのすっきりした得意なことなんですね。だからゴッドに近づこうとする人間様が自然の仕組みを利用してどうこうしてやろうっていう技術はものすごい発展する、はい、でやっぱりそれの恩恵を受けて今世界成り立ってますけど、はい、そのとばっちりもやっぱり跳ね返りも返ってくるみたいな、はい、そういう、ね、世界観っていうか、うん、考え方がそうなんです。で日本人はそれもあるし、うん、逆にもともと持ってた文化的な状況っていうのもちょっと別な方向にあって両方受け入れてはいるけど、うん、両方だと思うのがそのいろんな考え方あるよねっていうことを許容してるんですよね、うん、なるほど。で曖昧だとか言われるんですけど、はい、でもそれを許容できるっていうのはまあ得意といえば得意、ね、そういう人は
一つの先入観を持った理論にとらわれないんですよ、うん、だから物事を見るときはものすごいなんかなんていうか素直な感じにこう観測的、まあ、あえて言えばですよ、うん、物事はこれはどうなんだろうな、こうじゃないかな、こう見えるなっていうのをこう結構なんか素直に見る感じのことはすごいしっくりくるなと、あ、よくなんかできてる感じがする、はい、うんうん、それでなんかその決めつけないというか、決めつけないからすっきりしないけど、うん、決めつけないで見れるっていうのは結構メリットなんですね、うん、それすごいメリットですね、うんうん、でそれはですね、そのじゃあ人間が自然界に息づく神々の声をですね、生活の中に取り込む知恵として、まあ、古事記みたいなものが書かれたし、はい、神社みたいなものを祀って神様としてこうその土地の神様として祀られてるのと大体その土地に起こった天災が元になってる、うん、洪水が起こる場所では水関係の神様、神様がね祀られてますもんね、まあ、だから山だとかその雷様だとか、まあ、いろんなあらゆる神様がいるんですけど、はい、結構ね神社のことを調べてみると、うん、これもね大体ウィキペディアに載ってるんでその神社の祀られてる神様は何なのかなって調べると、ね、その土地のことが大体、なるほど、あ、本来こういう土地なんですよ、うん、だから今都市化されて全くその気配なくても、うん、確かにひとたびなんかこう甚大なことが起こるとこれだろうなっていう回に行き着くんですよ、うん、神社見てると、それがねすごい これ合わさってほしいなみたいなことがね結構見えてくるんですよね。でね、もうちょっとこれは一回は喋ってみたいなって無理やりのこじつけですけど、はいはい、この感じでも分かるでしょ、分かりますよやってると、で役割が違うんですよ、はい、そうですね、でどっちがいい悪いじゃなくて、うん、両方得意なことがあるからそれどう混ぜるかどう生かすか、うん、で僕らはこう今もがいてるんじゃないかなと思ってね、うん、でそのやっぱり気象庁っていうのはより正確により高い技術でより正しいものをきちんと出すと、うん、でそれは必ず一つの回を決定して提供するっていうですね、まあ、どっちかというとルールに近いところ、はい、でやっぱり国の組織だし、うん、まあ、そうあるべきですよね、うん、で世界標準を重視した上で国内に最善の情報をっていう書いてあるんですけど、はい、これやっぱり世界中で協力してやらないといけないことをやってるからそうなりますよ、でそうあるべきです。で一方でその逆にその受け取る側はじゃあその一つの答えで決まりうるかって言ったらそうはならないよねっていうことで、うん、みんなこう悩んだり、うん、当たった外れたで当たったって何外れたって何みたいな、そのそこでモヤモヤしたりするんですけど、うん、逆にその僕らの文化的土壌はどこにあるのかな、その日本人って何なのかなみたいなところにこうあえて持っていくとですね、うん、そもそも僕らは複数の会を許容するような癖があるんですよ、